Hey, what's up? 山本です。私は今成田空港第2ターミナルに来ております。先ほど日本航空のフライト使いましてマニラから帰国したところになります。ちなみに今回の帰国から特に制限は場所によりますけどありません。地下鉄だろうが電車だろうが公共の交通機関に乗ることができます。本日お届けする動画は新しくできたカーシェアについてお届けしようかと思います。このチャンネルでは世界60カ国以上訪問経験のある元 V リーガー私山本が旅の情報フライトレビューなどを届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんご存知でしょうか。私の数多くある動画の中で一番現在の段階で再生されているのタイムズカーシェアの動画なんですよ。なので今回はタイムズカーシェアじゃないまた別のカーシェアエニカというサービスがございまして、そのサービスについてご案内しようかなと思います。このエニカですがタイムズカーシェアのようなサービスもあれば個人オーナーの車を我々ユーザーが乗るいわば Airbnb の車バージョン、こういったサービスも行っております。他にはカーディーラーから直接カーシェアのような形で車を借りるサービスであったりいろんなサービスがあるんですけれども、今回はタイムズカーシェアのような形で車を借りてその様子を皆様方にお届けしようかなと思います。ちなみに今回使わせていただくエニカなんですけれども大きな特徴があります。完全月額無料です。使った分だけ都度お支払うというのがまず一つの特徴。そしてもう一つの特徴、タイムズカーシェアなんですけども、言い方悪く言うと車の車種バリエーションが普通、いわばもう大衆向けの例えばノートとかフィットとかそういったなんて言ったらな、一般ユーザーでも使ってるであろうコンパクトかレンタカーでも使ってるような車、こういったのが多いんですけれども、エニカは一歩上と言いますか、もちろん通常我々が乗るような大衆車もありますけれども、今回は乗らないです。そういう車今回乗るのはヒュンダイ。もう今実はヒュンダイが日本撤退してまた新しく入ってきたんですけども、韓国語読みになりましてヒョンデだったかなになりまして、そこのアイオニック5という電気自動車があるんですよ。しかもこの電気自動車2022年2月に発表されてまだ予約すらされてません、販売すらされてません。なので何が言いたいか、未発売の車を今回乗らせていただきます。今回未発売の車を乗ってその様子をお届けします。ここすごくないですか、未発売の車。今回は韓国の電気自動車ですけども、他にもメルセデスベンツの G クラスとかもありますし、あとはレクサスだとかいろんな車あります。ちなみに個人ユーザーが出している Airbnb の車バージョン、これになるといろんなオーナーさんいるので、ポルシェとかマクラーレンとか、そんな高級車怖くて乗れないよっていう車までなんと乗ることができるんですよ。ただその様子はまた今後いつの日か行います。今回はタイムズカーシェアのように行うサービスございますので、それを借りて車の様子だったり借り方などなどお届けしようかなと思います。ちなみに先ほど成田空港にマニラから到着して、今回一連特典航空券で発券しておりまして、24時間以内に国内線に乗り継がなきゃいけないというルールがありますので、明日の夜札幌に帰ります。なのでそれまでの間車を借りて紹介します。ただ今いる成田空港から借りても明日帰すときバタバタしてしまいますので、少し成田空港から羽田空港の方まで近づいたところで借りようかなと思います。具体的に言うと今回新橋で借りようかなと思いますので、この後今いる成田空港から新橋まで電車移動してその後車借ります。めちゃくちゃ楽しみ。ちょっと車見てみたんですけども驚きの進化があります。もちろんこの車以外にもすんごいいい車いっぱいありますので、こういったところがタイムズカーシェアとかなり差別化されております。いや普通のレンタカーになっちゃうならなっていう方もいらっしゃると思いますので、やっぱり普段乗れないような車乗りたくないですか。僕のチャンネル登録されてる方40代以上の方多いと思います。車好きな方多いですよね。僕も楽しみなので、この後は早速ですが新橋に移動したいと思います。今9アワーズで到着後のシャワー浴びておりました。すごく綺麗さっぱりです。ちなみに今回アイオニック5という車借りるんですけども、もちろん車種によって値段変わります。値段についてはまた後ほどお話しいたします。しかも今回のエニカタイムズカーの場合は専用のカードが必要なんですけれども、なんと免許証で開錠できるんですよ。そこも一つポイントかもしれません。なのでタイムズカー社のカード忘れたっていう方使えないじゃないですか。なんですけど免許証は皆さん大体持ち歩いてますよね。なのでそういった心配もないですので、安心して使うことができるのではないでしょうか。
それでは予約の仕方説明したいと思います。今エニカのアプリを見ております。今回アイオニック5という新しい車を借りようかなと思っているので、それをもう絞って検索かけております。借りる場所は今回新橋エリア考えておりまして、これいろんなところに分かれてるんですけども、車が置いてある場所は実際同じ場所です。東銀座駐車場というところにあるみたいなので、今回は、まあ、白かグレーかどっちかにしようかな、グレーにしようかな、これにします。なのでここから選びます。これはエニカのオフィシャルが提供している車になります。これが個人が出している車になると、オーナーさんの写真がここにポンと出てきますが、今回はこのタイプでいきたいと思います。ここに注意事項がございますので必ずお読みください。先ほども言いましたが、これまだ日本で未発売の車になっております。免許証タッチで解錠できて、思い立ったらすぐ使えるということです。しかも今回は電気自動車になります。なのでこれを読んだ上、ここが受け渡し場所になっております。それでは今回これで予約します。ちなみに私の紹介で入るとクーポンと言いますか、ポイント2500円分のポイントもらうことができますので、これやってみたいなと思う方、紹介コードを概要欄に貼っておきますので、そちらご利用くださいませ。それではこれで予約いたします。これが貸し出しの約款になっております。こちらを確認した上で最終的な予約を確定したいと思います。これで予約を確定する。これで予約が完了です。タイムズカーシェアと同様にすごく分かりやすいのではないでしょうか。この後まだ電車来る前時間ありますので、成田空港周辺でどんな車があるのか見ていきましょう。これ例えば BM の3シリーズ3シリーズでしょうか。これは例えば個人オーナーの方が提供している車になります。こういった車もあります。なのでテスラだとか、例えばこれ日産セレナ、マツダデミオ、ダイハツムーブ、普段我々が乗っているような車から、インサイト、ベルファイア、エスティマ、ランクルプラドだとか、スカイラインだとか、ハイエース、ベンツの C クラス、BM の5シリーズ、こういったテスラもあります。ほら、こういった車もたくさんございますので、皆さん気に入った車借りてみてはいかがでしょうか。本当にこれ車探ししてるの楽しいですよ。これ超レトロな車、1977年、こういった車まであるんですよ。タイムズカーシェアじゃまず出ないです。こういったミニキャブバン、こういったのもあります。レボーグ、すごいよね。いろんな車ありますので、車いろんな種類乗ってみたいよっていう方は、タイムズカーシェアよりも間違いなくこっちの方がおすすめ。お、すごい、このエブリーワゴン、軽自動車ですけども、車中泊用に改造されている、こんな車もありますのでおすすめですわ。これ今度、あ、すごい、見てください、キャンピングカーまである。あと87年、僕と同い年のマーク2とか、すごいですよね。こういったのが個人オーナーの場合はいろんな車がありますので、こういったのを楽しむのも一つの手かもしれません。ポルシェまであります。新橋駅到着しました。ちなみにこれ終電みたいです。 A3 出口が最寄りです。駐車場到着しました。本日こちらの車あります。まずはタイムズカーシェアと同じですね。この車止めをどかして、後ろから行きましょうか。うわー、いいね、これすごい車だわ。電気自動車ということもありますので充電されております。まずはこの充電レース抜こうかな。どうやんだろう、初めてやる。あ、簡単に抜けた。これ充電のレバーをここに戻すのかな。ここに戻して、これ蓋をして閉じると。閉じたら免許証です。免許証、裏側に失礼します。免許証をタップします。そうすると今これで解錠されました。あ、これすごいわ。ドアノブのところも開けるときだけ出てくるんですよ。隣の車試しに見ましょう。ほら、隣の車見たらこれ吹っ込んでるんだけども、開けるときにしかこれ出てこない。ドアノブがかっこいいね、これ。さて、車の中乗り込みました。ここに入ってんの、お、すげえ、引き出しだ。通常これ引き出しなくて、こうなんてだろうじゃないですか。車の鍵を取り出します。ここに鍵がございます。これ鍵取りました。それでは閉まって、
パワーオンさせましょうか。いきます。EV スタート。おー、すごいね、これ。ほら、見て。全部、なんて言うんだろう。これ、タコメーターがすごい。インパネ周りが近未来的じゃん、これ。すごいね。バッテリー 89%、走行 399km。これ、充電できる場所、近く、こういったところありますよっていうのも、ここで表示されますので、充電がないっていう時も安心です。すごいね、これ。空調とかもここで選べるんでしょ？お、今こうなってますよ。助手席側が 23.5 度、運転席側が17 度、外が18 度っていう形になってて、お、すごいね。もちろんここでも操作できるんですけども、このモニターで操作できるっていうのもすごいな。シートヒーター、クーラー、シートクーラーもあんのか。へえ、地図、もちろんナビとかもありますの。こっちもこっちですごいよ。全然普段こんなの使ったことないし、あ、これシフトここにあるんだ。これシフトなんですよ。おお、でドライブモードっていうのもありますね。これ押してみると、あ、これかスポーツ、エコ、ノーマルなので、これまあ走りながらやってみようかな。最初はエコから行こうかと思います。ここで説明してもあれですし、もう夜遅いのでとりあえず車動かします。おお、なんか緊張する。普段の車とまるっきり違う。完全電気自動車は初めて乗りますので。おお、すごいなこれ。お、今自動的にドアノブのところ引っ込んだわ。すごいね、やっぱ静かだわこれ。電気自動車なのですごく静かです。さて、夜の都内を爆走しております。やっぱり静かだわこの車、すごい。今エアコンも全て完全にオフしてるんですけれども、ロードノイズもそこまで聞こえてこないし、もちろん電気自動車だからエンジンがないっていうのもあるので、いいね、やっぱり電気自動車すごくスイスイ。さて、朝になりました。今ノーマルモードにドライブモード変えてみたんですけども、あ、全然違うわ。エコモードはやっぱり優しいふわっとしたアクセルワークなんですけども、ノーマルは、あ、全然違うわ。およそ 700m 先、斜め右方向です。スポーツモードにしたらもっと素早い加速になるんでしょう。ちょっと今スポーツモードやってみます。スポーツモード、あはは、全然違うわ。やっぱりこれ走りを楽しみたい方はスポーツモードの方がいいかもしれません。自分はいつもエコモードで自分の車も運転すること多いので、これに慣れてますけれども、スポーツモードの爽快感もいいね。調べてみたら100キロ到達まで5秒だか6秒だか、すごいよね。これが電気でできるわけですよ。この車3つのモードありますので、皆さんぜひ乗る際は体感してみてください。それぞれ違った趣があって楽しい。やっぱりこの車すごいね。左折右折時にここ見てください、カメラがあるので巻き込み防止、これも役立ちますし、あとはミラーのところにビックリマークがあるんですよ。これ何かというと、例えば追い越ししようかなと思ってる時、死角になる部分あるじゃないですか。それをちゃんと検知してくれるので、このライトが光った時は後ろに車いるから気をつけてねっていうのが出ます。そして今自然の音というのを BGM にやっておりまして、これテーマ清やかな森、他にもいろんな音があります。積雪の道、面白いね。暖かい暖炉などなどです。改めまして、今回借りているアイオニック5、車の全体像をご紹介します。めっちゃかっこよくないですか。ライト周りもすんごいかっこいいよね。日本未発売、いいわこれ。ここにカメラついてたりだとか、他にもセンサーコーナーセンサーついてるので、障害物や人を検知して音で知らせてくれます。タイヤもでけえ、19インチ235の55の19インチ入っております。ミシュラン、すごいね。ここら辺もカメラか、ここら辺カメラついてるので左折右折時も安心。そしてここの名前わかんない、この部分もかっこいいし、やっぱドアだよね。これ必要な時だけ出て、必要じゃない時はこうやって隠れてるんですよ。こんな感じですごいわ。でリアの方を見るとこんな感じ。ガソリン車でいうとエンジンオン、電源入れてっぱなしなんですけども、何にも音も出ないし、もちろん排ガスも出ないので環境にも優しいですし、アイオニック5、このロゴもかっこいいよね。 LED ライトも散りばめられておりまして、ここ開けると荷室があるんですけども、自分のスーツケース入れておりますが、まあまあまあ広い作りだよねこれ。こんな感じでいいですね。ちなみにこれ電動、ここ押したら勝手に閉まってくれます。いや、かっこいいわやっぱり。
こんな感じ。ここが充電口なのでポチッと押したらこうやって開きます。で外してガチャッと挿してやる感じです。ちなみに夜通し走ってますが、まだバッテリーは7割近く残っているので、500キロぐらいは一気に走ることができます。なので今まで EV 車といえばあんまり走んないと言われてきましたが、やはり時代とともに進化しております。500キロ600キロぐらいは走るのって長距離も安心ですよね。私が今どこにいるかであったり、そういった動画次回お届けしますので、そちらでご確認いただければなと思います。めちゃくちゃ桜綺麗です。ここからは料金について説明させていただきます。ここら辺に詳しい料金表を貼っておきますのでご確認ください。車種によって4つの料金体系に分かれております。一番下がカジュアルコースになりまして、その次ベーシック、プレミアム、ラグジュアリーと続いております。今回私が乗っているアイオニック5はプレミアムクラスになります。なおカジュアルクラスだと1時間500円から借りることできます。その他800円、1200円、1500円とランクが上がるにつれて値段も上がっていきます。このサービスは最低1時間からの貸し出しになるのでご注意ください。なので本当に短い時間サクッと使いたいよという場合はタイムズカーシェアをぜひご活用くださいませ。またクラスによって距離別の料金が基本料金とは別途かかってしまいます。カジュアルクラスとベーシッククラス、6時間までであれば距離別料金どんなに走っても追加費用かかりません。そしてガソリン代であったり電気代もかかりません。すべて込み込みになっているんですけども、今回私が乗っているアイオニック5も含めまして、それ以外のプランであったり車種になると1キロにつき20円の料金が別途かかってしまいますので、この点だけご注意ください。いろんな車があるというのは便利ですよね。今回私が乗っているアイオニック5はプレミアムクラスになります。一つ上のクラスになるとベンツの G クラスだったりだとか、日本車ももちろんありますし BMW だったり、いろんな車種エニカのオフィシャルで借りることができますので、やっぱり普段乗らないような車に乗れるっていうのがこのサービスのすごくいいところかなと思いますので、車種もホームページやアプリにいろいろ記載しておりますので、ぜひご確認ください。もちろん保険保証などもしっかりしております。個人オーナーから借りる場合はペット OK だったり喫煙できる車もあると思うんですけども、エニカのオフィシャルから借りる場合は基本的には喫煙であったりペットはできませんので、この点ご注意ください。また今回は電気自動車ということで、返却場所にも充電スポットがありますので、返却する際は充電しながら返すことをお願いいたします。さて駐車場到着しました。ここからいろいろと作業がございます。最初にやろうかな。まずは充電しましょう。半分ぐらい今電気使いましたので、ここポイッと押せば開きます。でキャップを取って、このガンみたいなやつ、これをここにガチャッと、これで OK です。そうするとここに接続っていうマーク出ておりますので、これで充電中ですので、あとは充電終わるまで待つだけです。もちろんこの場で待つ必要はございません。この後はスイッチ切ります。切った後にこの鍵、これを戻します。ここの引き出しの中に鍵が入っておりますので、物理キーあります。これを刺します。刺してこの返却と貸し出しがあります。これです。そうするとどっかからアナウンス流れますので、これで閉じます。ちなみに ETC カード使っている方忘れないようにしてください。閉じます。これで OK かなですね。でこの後は車を出まして、閉じます。でこの後どうするのか、会員証の代わりになるこれ免許証です。免許証をタップします。これで OK だと思いますですね。これで OK です。鍵が閉まりました。これで完了です。ありがとうございました。さて車返却いたしました。今回エニカと呼ばれるカーシェアサービス利用させていただきました。
私の動画でなぜか一番再生されているタイムズカーシェアとはまた違ったサービスになりますので、かなり車種が豊富に揃っておりますので、普段見ないような車も手軽にサクッと借りることができるので、すごくおすすめです。会員カードも必要ないですので、免許証が会員カード代わりです。なので免許証さえあれば登録後サクッと借りることができますので、直前でも借りることができるのでおすすめです。レンタカーだとやっぱり人を介していろいろ手続きしなきゃいけないので、その部分いろいろ大変ですけれども、カーシェアの場合はサクッと借りることができるのが利点の一つです。他にも今後個人オーナーのエニカだったり、あとはディーラーから直接借りるエニカなどなどもございますので、機会があれば今後もこれら紹介できればなと思います。そしてこの後は羽田空港向かわなきゃいけないので、今回の動画ここで失礼いたします。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行した気分を味わいましょう。その際の旅費は皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。ツイッターインスタのフォローも合わせてよろしくお願いします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。